どうも、爬虫類チャンネルベルベットです。本日の動画はこちら。それでは行ってみましょう。こちらがうちで飼育しているボールパイソンになります。ヘビを見慣れていない方だったりすると、イメージしているヘビに比べて太くて短くないですかね。驚いたりするとボールのように丸くなるため、ボールパイソンなんて名前がついています。ちょっと観察してみましょうか。なかなか丸くならないですね。ちょうど丸くなってる子がいるんで、丸くなってる子だとこんな感じですかね。ほんとボールみたいに丸くなりますね。ここに顔がありますね。こんな感じで、全長もアダルトになっても1.3メートルぐらいと、そんなに大きくなりすぎずですね、人慣れもしやすく、入手もしやすいため、爬虫類初めての人にもおすすめです。よくヘビを飼い始めるならコーンスネークかボールパイソンがおすすめと言われます。この後モルフについても紹介いたしますが、ボールパイソンであればファームハッチのノーマルでだいたい1万円くらいで買えちゃうと思います。爬虫類初めて飼育する上とかでは比較的始めやすいのではないでしょうか。次にボールパイソンを紹介する上では欠かせないモルフについてご紹介いたします。モルフとは通常とは違う色だったり模様などを持つ個体のことです。さまざまなモルフがあり、ボールパイソンなら代表的なもので、黒色色素がなくなったアルビノですとか、ノーマルよりも少し明るいパステル、模様が雲の糸のように細くなるスパイダーなど、いろんな種類があります。しかもこれらのモルフは組み合わせることができるため、より変化した模様や色を表現することもできます。数種類用意したので見てみましょうか。まずじゃあこちらがうちで飼育しているシナモンですね。シナモンです。これはノーマルがいないためちょっと紹介させていただきますが、ノーマルよりも少し茶色が濃く出たモルフになります。まあ、シナモンという名前の通り少し、黒っぽい色ですね。面白いのはこのシナモンとシナモンをかけるとエイトボールっていう真っ黒なモルフも生まれます。シナモンのスーパータイって言われるんですけど、まあ、黒色モルフの代表的な種類になりますね。じゃあ次にこちらですね。これはゴーストというモルフになります。先ほどのシナモンに比べ、ゴーストは黒色の発色が抑制されたモルフです。全体的に色の明るさが抑えられてくすんだような印象になります。脱皮前みたいな色なんですけども、これもう脱皮前じゃないですよね。脱皮したてです。ゴーストですね。顔を見せましょうか。こんな感じ、かわいいですね。最後に
バナナというモルフですね。ちょっと2種類いるので2種類出しましょうか。ちょっとノーマルのバナナがいないので、こっちがバナナブラックパステルってやつですね。バナナというのにブラックパステルっていうモルフが入ってる二重のモルフですね。ブラックパステルです。ちょっと普通のバナナよりも濃いめのオレンジみたいな色になってます。でこちらがですね、バナナエンチファイヤー、バナナというモルフにファイヤという白身がかかったモルフとエンチというちょっと黄色になる作用のモルフが乗ってます。バナナエンチファイヤーですね。バナナ自体は本当に名前の通り果物のバナナに似た表現になるモルフです。そうですね、ちょっとどちらもバナナってちょっと黄色っぽい果物みたいな可愛い色になりがちですね。バナナだと簡単ですが、こんな風にボールパイソン同じでもこんなに見た目が違います。ボールパイソンのモルフは本当に無数にありますので、自分のお気に入りを探してみるなんてのもおすすめです。次にボールパイソンの飼育環境をご紹介します。餌はベビーはピンクマウス、大きいものにはリタイアマウスをうちでは与えてますね。ベビーが週2回ぐらいで、大きいのは2週間に1回ぐらいで与えてます。ピンクマウスがだいたいこんな感じ、1匹100円ぐらい、リタイアマウスが250円ぐらいですかね。ネットですぐに買うことができます。ケージもベビーで使ってるのはこんなレプティケース使ってます。4000円ぐらいだと思います。大きくなってもそうですね、60センチぐらいの水槽で十分ですね。ケージの中にはこんな感じでヤシ殻をそうですね、2つかみぐらい入れてます。こんな大きくて何十件も使えるんですけど、1000円ぐらいで買えます。1500円ぐらいだったかな。ペットシーツよりも見栄え良くて、普段の排泄物の処理も楽だと思います。水入れがヘビ用の500円ぐらいのを入れて、ちょっと蓋今取ってるんですけど、ケージの下にこういったヒートシーターを敷いてあげれば完成ですね。寒さにはボールパイソン自体あまり強くないので、温かめを心がけてください。夜間で26度から28度、日中で28度から32度くらいの温度を作れればベストです。全部揃えても9000円くらいで、ベビーの飼育環境は準備できるため、初期設備も少々お手頃です。こんなところも初めて爬虫類飼育するときのおすすめのポイントですね。ぜひボールパイソンの飼育に興味持った方、チャレンジしてみてください。本日はボールパイソンの紹介動画でした。ボールパイソンは本当に沼のようにハマってしまう人が多く、専門のお店があるくらい世界中で愛されている人気の蛇です。少しでも魅力をお伝えできたら幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。コメントもお待ちしております。また次回も動画あげますのでよろしくお願いいたします。